私の名前はマユ、専業主婦。夫と義母の3人で幸せに暮らしている。半年前、義母が階段で足を滑らせ骨折。完治後も痺れが残る状態となり、今まで通りの生活が困難になってしまった。義父がすでに亡くなっていることもあり、義母は私たち夫婦と同居を開始したのだった。私たちの住む一軒家は、私が父から受け継いだものだ。後の義母の介護を考えると、父から家を譲り受けてよかった。そう思っている。まゆさん、私まで住まわせてもらっちゃってごめんなさいね。その上介護まで。いいんですよお母さん、気にしないでください。義母は適度な距離を保ってくれる人なので、初めて会った時から私は義母に好意的だった。だからこそ義母が怪我をし、夫が同居提案した時もすんなり受け入れることができたのだ。そんなある日のこと、平和な私たちの生活に突如嵐が舞い込んできた。部屋の掃除をしているとピンポーンとチャイムが鳴る。玄関のドアを開けるとそこには夫の姉が立っていた。久しぶりね。お姉さん？正直言って私は義姉のことが苦手だった。義姉は私と夫の結婚前からすでに旦那さんと暮らしていた。少し前には娘も生まれたようだが、義母に多額の出産祝いを要求するくせに、孫の顔は一切見せに来なかったらしい。それどころか、この義姉は私たちの結婚式でもわがまま放題だった。この式場のご飯、まずすぎ、なえるんですけど。そんな文句を大声で言ったり、義母が怪我をした時だって。あんた長男でしょ？あんたが何とかしなさいよ。と、夫にすべて押し付け、義母の様子を見に来ることもなかった。そんなわけで、義姉に対して全くいいイメージがないのだ。この日もアポなしで訪ねてきた時点で、すでに嫌な予感しかない。お姉さん、何かご用ですか？それがさ、ちょっと今お金に困ってて、20万でいいんだけど貸してもらえない？え？そんな、突然無理ですよ。慌てて言い返すも、義姉は全く引く気配がない。それどころか、10万でもいいから貸してと強引に迫ってくる。この際、貸すだけ貸してさっさと帰ってもらおうか。そんな考えが一瞬頭をよぎったが、義姉の性格上、一度貸したらまず帰ってくることはない。私はきっぱり断ることにした。何度頼まれても無理です。うちにも生活があるので。すると、途端に義姉の機嫌が悪くなる。いいから早く貸して。嫁いできた身のくせに私に逆らわないでよ。そう怒鳴りつけたかと思うと、私の肩をドンと突き飛ばした。思わず尻餅をついてしまう。そんな私を見下ろし、義姉はにやつきながら手を差し出した。ほーら、早く貸しなさいよ。これには私もカチンときた。無理なものは無理です。もう帰ってください。義姉を無理やり外に追い出し、ドアに鍵をかけた。玄関先で大声で叫ぶ義姉。その声に反応し、義母がドア越しに一喝。すると義姉はおとなしくなり、この日は帰っていった。義姉が帰ったのを確認し、義母が私に頭を下げてきた。まゆさん、本当にごめんなさい。うちの娘が迷惑かけて。大丈夫です。お金も貸さずに済みましたし。でも、本当にごめんなさいね。嫌な思いをしたでしょ？義母はよほど責任を感じているのか、私に謝罪を繰り返す。こんな謙虚な母親から、どうやってあんな横柄な娘が生まれたのだろう。そんなことを思ってしまった。夜、夫が帰宅すると、今日起きたことをすべて話した。
一連の話を聞き、夫は怒りで顔を真っ赤にしている。私に向かって頭を下げる夫。それを見た義母も再び私に謝ってくる。こうしてこの日は何とも気まずい夕飯となってしまった。翌日、再びインターホンが鳴った。ドア越しに甘ったるい義姉の声が聞こえてくる。まゆちゃん、お願い。お金だけ貸してくれればすぐに帰るからさ。2日連続。さすがの私もドン引きしてしまう。今日はあいにく義母も留守なので、家には私一人。チェーンをかけたまま恐る恐る玄関を開けると、ドアの隙間からものすごい勢いで義姉が覗き込んできた。ねえ、昨日の続きなんだけど。お姉さん、お金なら貸せませんよ。私の先制攻撃に義姉は一瞬不満そうな顔をしたものの、すぐに泣き真似を始めた。だってこのままじゃ私、娘と一緒に飢え死にしちゃうのよ。え？飢え死に？それってどういう？夫に借金があるのよ。食いついたと察したのか、すかさず義姉が応じた。その借金のせいでまともに生活できなくなっちゃって、明日食べるものすらない、そんな私の気持ちがわかる？いやいや、冗談でしょ。そんな下手な泣き真似で同情するとでも思ってるの？そう突っ込みそうになりながらも、私は冷静に答えた。大変なのはわかりましたけど、うちにも生活があるので。すると義姉は即座に泣き真似をやめ、般若の顔になった。こんだけ困ってるのよ、見捨てるの？これ以上は拉致が開かないと思い、私は静かにドアを閉めた。義姉はまだ玄関先でギャーギャーわめいていたが、しばらくして声がしなくなった。ようやく諦めたようだ。その日の夜も夫と三人、義姉の話で持ちきりとなった。今度来たらもう出なくていいからな。相手するとつけ上がるから。そう夫に言われ、私も義姉のことはもう放っておこうと決めた。数週間後、しばらく音沙汰なかった義姉が再び私たちの家にやってきた。鳴り続けるインターホンを無視していると、遠くからおぎゃーという悲鳴が聞こえてきた。明らかに義姉の声ではない。赤子の泣き声？私と義母で同時に目を合わせる。恐る恐る玄関を開けると、そこには義姉に抱えられた彼女の娘がいた。ちょっとお姉さん、何事ですか？私、旦那と離婚してきたの。行くとこないし、今日からしばらくこの家にお世話になろうと思って。お世話になるって？義母と私は開いた口が塞がらなかった。こんな迷惑な人と一緒に住むなんて冗談じゃない、そう思いつつも、目の前で泣いている赤子を見捨てることなどできない。それは義母も同じのようだ。ねえ、いいでしょ、家事だってやるし、お母さんの介護も手伝うから。子供のようにダダをこねる義姉。義母と顔を見合わせた後、私はため息をついた。わかった、数日だけなら。こうしてこの義姉親子を受け入れてしまったのである。あれだけ激怒していた夫も赤子の前では乾杯らしい。落ち着いたらちゃんと仕事と家を探してくれよ。そう義姉に告げただけで、追い出そうとはしなかった。しかし義姉がうちのことを手伝うことはなく、毎日のようにゴロゴロしてテレビを見ているだけ。その上、我が子の世話まで私と義母に押し付け、完全にニート状態になっていた。あのお姉さん、買い物に行っていただけますか？なんで私が？専業主婦のまゆさんの仕事でしょ？なら、せめてうちの掃除を。うるさいな、姉に向かって命令してんじゃないわよ。終始こんなやりとりが続くのだ。義母と夫が何度か注意してくれたが、全く反省する素振りを見せない。
我慢の限界に達した私は、義士にこれまでの不満をぶちまけた。いい加減にしてください。お姉さんがうちのことを手伝うって言うから、仕方なく住む許可をしたんですよ。何もしないなら、この家から出てってください。義士は一瞬驚いたような顔を見せたが、すぐに鼻で笑った。はあ？あんたの方こそ住まわせてもらってる立場でしょ？弟の稼ぎで生活してる分際でよく言えるわね。文句あるなら、あんたの方こそこの家から出ていけば？この家は私が父から譲ってもらったもの。つまり私名義の家です。お姉さんにそんなこと言われる筋合いはありません。だから何？10ヶ月の子供がいる私をここから追い出せる？やれるものならやってみなさいよ、この白状女。その瞬間、耐えに耐えてきた感情が爆発した。もう限界だ。私に舐めた態度を取ったことを必ず後悔させてやる。わかりました。私が出て行きます。え？その場にいた全員が目を丸めて驚いている。義士はすぐにニヤニヤと笑い出した。まあ、あんたみたいなただの専業主婦より小さい子を育てる母親の方が大事だものね。バカにしたようにそう言い捨て、義士は娘を抱えて部屋を出て行ってしまった。おい、マユ、どういうことだ？慌てて訪ねてくる夫と義母に、私は計画済みのある作戦を告げた。2週間後、作戦決行の日がやってきた。お姉さん、じゃあ私、出て行きますね。はーい、さようなら。もう帰ってこないでね。するとそこへ、夫と義母がやってきた。俺たちも出て行くから。ちょっと、どういうこと？俺もお母さんも眉の味方だ。非常識な姉とは縁を切る。どうやら育て方を間違えたよね。眉さんに本当に申し訳ないわ。あなたのことはもう娘だと思わないから。ちょっと待って。お母さん、孫はいいわけ？いいわよ、別に。そもそも出産祝いだけを要求されて、今まで孫に会わせてもらえなかったし、都合のいい時だけ私を利用しないでちょうだい。そんな。義士の顔がみるみる青ざめていく。だが、今さら助けるつもりなんてない。私は最後に最大の復讐を与えてあげることにした。ああ、ちなみにこの家は売ることになっているので、月末までに住むところを見つけておいてくださいね。売る？この家を？義士はもはや呆然自失状態だ。ちょっと待ってよ。住む場所なんてそんな簡単に見つかるわけ。知りません。私たちは引っ越しますので。では、さようなら。待ってよ。もうわがまま言わないから、私も連れてって。義士は散々わめいていたが、すべて無視。私と夫と義母は新居へと移った。行くあてのなくなった義士は、結局元夫の家で生活しているらしい。元夫の借金は相変わらずのようで、今では義士も仕方なくパートをする羽目になったのだとか。せめてあの家で塩らしくしていたら、こんなことにはならなかったのに。これを機に、私たちはバリアフリー対応型のマンションに引っ越した。おかげで義母も人の手を借りずに動ける範囲が多くなった。セキュリティも充実しているので、今後もし義士が訪ねてきても、以前のような迷惑を被ることはないだろう。義母と夫は未だに申し訳なく思っているようだが、義士に一泡吹かせてやれたので、私はあまり気にしていない。義母と夫とこうして楽しく生活できるだけで幸せなのだから。これからも私を大事にしてくれる人たちを、私自身も大事にしていきたい。父から譲り受けたあの家が素敵な人のもとに渡ることを心から願っている。私は専業主婦の33歳です。夫には姉がいるのですが、
義士は初対面の時から上から目線で物事を言ってきたので、私は正直義士が苦手でした。義士はすでに結婚しており、子供もいたので、結婚後特に関わることもなかったのですが、先日義士が離婚したと義両親から聞かされました。そしてそんな義士からある日突然、私の携帯に連絡が来たのです。久しぶり、元気にしてる？お姉さん、お久しぶりです。私たちは元気でやってます。お姉さんもお元気でしたか？それが、私実は離婚したの。はい、先日お母さんからちらっとお聞きしました。そうなんだ、知ってたんだね。はい。ところで、お姉さんから私に連絡してくるなんて珍しいですね。どうかされたんですか？そうそう。2週間後そっちに行くからよろしくね。え？うちに来るってことですか？そうよ。準備しておいてよね。準備ですか？ちゃんと私と子供の部屋用意しておいてよね。え？部屋ってどういうことですか？もうほんと察しが悪いんだから。だから私たちそっちに引っ越すことにしたの。だからちゃんと部屋を用意しておいてって言ってるのよ。わかった？私は義士の発言に耳を疑いました。私たちの家でお姉さんたち親子が一緒に暮らすってことですか？さっきからそう言ってるでしょ。ちょっと待ってください。そんな話聞いてませんよ。夫からもそんな話聞かされてませんし。だって弟にもまだ言ってないし。あまりにも身勝手な義士の発言に、私は驚きを隠せませんでした。え？言ってないって、そんな困ります。何が困るのよ。弟だって反対するわけないわよ。でも、お子さんも一緒なんですよね。当たり前でしょ？ちなみに、子供の世話は専業主婦のあなたがやってよね。え？どうしてですか？義士の言葉に私はさらに驚愕してしまいました。だって私仕事探さなきゃいけないし、頼れる人が他にいないのよ。わかってくれるでしょ？義士は子供の世話を私に押し付けようとしてきたのです。私はきっぱりと断ることにしました。無理です。私、子供のお世話とかやったことないですし、それに頼れる人がいないって、お父さんやお母さんだっているじゃないですか。普通は実家に帰るんじゃないんですか？事情があって実家には帰れないのよ。いいでしょ、お願いよ。本当に困ります。無理ですから。私が同居を断固拒否していると、義士は激怒してきたのです。何よ、断ろうって言うの？私はあなたの夫の姉なのよ。離婚して辛い思いをしてるって言うのに、助けようとは思わないわけ？そんな冷たい人が弟の嫁だったなんて。いや、でも、とりあえず夫とも相談しますので。心配しなくても大丈夫よ。弟のことは私が説得するから。もう引っ越しの準備も進んでるし、2週間後にはそっちに行くからよろしくね。え？ちょっと待ってください。一度みんなで話し合いましょう。話し合いなんて必要ないじゃない。もう引っ越しすることは決定してるの。そういうことでよろしくね。義士はそう言って一方的に電話を切ってしまいました。その日の夜、仕事から帰宅した夫に、義士との電話の内容を話すと、夫も義士の身勝手さに激怒していました。そして翌日、私たちは義実家へ行き、義両親にもこのことを相談しました。そこで義両親から驚くべき事実を聞かされたのです。そして義士が引っ越してくる予定の前日、義士から電話が来ました。明日そっちの家に引っ越すから、ちゃんと部屋用意してるわよね。いや、ちょっと、そう言われましても、実は私たち。いいからいいから、それじゃ、明日からご飯とか子供の世話、よろしくね。
岸は私の話を聞こうともせず、電話を切ってしまいました。翌日、案の定岸から電話がかかってきました。ちょっと、あんたたちどこにいるのよ。今マンションの前に来てるんだけど、どういうこと？電話に出るなり、岸は大声で怒鳴りつけてきました。どちら様でしょうか？はあ？何言ってるの？ふざけないでよ。マンションに行ったら誰もいないし。私は話の通じない自分勝手な義士に真実を告げることにしました。マンションですか？そこは私たちが前に住んでたところですよ。だいぶ前に私たちそこから引っ越したんです。え？ここ引っ越したの？嘘でしょ？なんで教えてくれないのよ。今どこにいるのよ。住所教えなさいよ。いや、だって、話を聞こうとしなかったのはあなたの方ですよね。それに私たち、あなたとは他人なんで、住んでるところを教えることはできませんから。私たちは1ヶ月ほど前にマイホームを購入し、引っ越していたのです。しかし、義士はそのことを知らないようでした。ちょっとふざけるのもいい加減にしなさいよ。さっきから何言ってるのよ。だって、お父さんとお母さんから絶縁宣言されたんですよね。え？私たち、先週からお父さんとお母さんと同居始めたんです。同居って、え？どういうこと？実家は？実家は引き払ったそうです。お父さんとお母さんからすべて聞きました。離婚のことも、不倫のことも。義両親から、義士の離婚の原因は、なんと義士の不倫だったと聞かされたのです。不倫がバレ、旦那さんと浮気相手の奥さんから慰謝料請求され、義士は支払いに困り、義両親に泣きついたそうです。義両親はそんな義士に呆れ果て、慰謝料を支払う代わりに絶縁宣言したそうです。慰謝料を支払ったせいで、義両親の貯金がなくなってしまったそうで、その話を聞き、私たち夫婦は義両親に同居を提案しました。義両親も同居に賛成してくれ、義実家を引き払って、今は私たちの家で一緒に暮らし始めたのでした。嘘？実家を売ったの？聞いてないんだけど。私これからどうすればいいのよ。どこにいるか教えなさいよ。絶縁されたんだし、無理ですよ。絶縁って、本気だと思わなかった。時間が経てば、両親も許してくれると思ってたのに。そんなわけないじゃないですか。お父さんもお母さんも、あなたのこと、許せないって言っていました。夫も、自分勝手な姉とは縁を切るって言ってましたし。そんな、私、子供もいるのよ。見捨てたりしないよね。助けてよ。親権は旦那さんに渡すべきじゃないんですか？仕事も家もないんじゃ、お子さんがかわいそうですよ。あの人に渡したくなかったの。一緒に暮らして、あなたに子育て協力してもらおうと思ったし。好き勝手言ってくる義士に、私も我慢の限界でした。私は無償のベビーシッターや家政婦じゃないんです。いい加減にしてください。自分のことばかり考えてないで、お子さんのこともちゃんと考えてください。ごめんなさい。両親にも弟にも謝るから。お願い、どこにいるか教えて。見捨てないでよ。何度も言ってますけど、無理ですから。私たちはお父さんとお母さんと、ここで仲良く暮らしていきますので。ちょっと、お願い、待ってよ。それじゃあ、これで失礼します。今後一切関わることもないと思いますけど、どうかお元気で、さようなら。電話口で泣き叫ぶ義士を無視して、私は電話を切りました。私はすぐに義士の連絡先をブロックしました。すでに義両親や夫は連絡先をブロックしていたそうで、義士は、私が最後の頼みの綱だったようです。その後、義士は私や義両親に協力してもらうと言って、無理やり旦那さんから親権を取ったそうなのですが、義士の元旦那さんが
親権者変更調停を申し立て、家も仕事もない義士が親権者に不適格ということになり、元旦那さんへ親権が変更されたそうです。子供のことだけが心配だったので、親権が元旦那さんになったという話を聞き、心底をほっとしました。それ以来、義士が今、どこで何をしているのかはわかりません。それからしばらくして、私の妊娠が発覚しました。これから生まれてくる子供と、義両親も一緒に、自分たちの家で幸せな時間を過ごしていきたいと思います。私はメイ、28歳。先週、義弟の子供のお宮参りがあった。義弟から、ぜひ来てくださいとのお誘いを受けたので、せっかくなので伺うことにした。残念ながら、夫は仕事の都合で参加できなかったため、私と母の2人で向かった。母が招かれたのは、多分出産祝いでそれなりの額を包んだからだろう。神社で参拝をし、記念撮影を済ませた後、義弟の自宅に移動して食事会をすることになった。どうぞ上がってください。ありがとうね。あら、綺麗にしてるのね。お邪魔します。掃除の行き届いた廊下を抜け、リビングに着くと、私はあることに気づいた。ダイニングテーブルに椅子が4脚しかない。参加者は、義弟、義弟嫁、義父母、私と母、それに赤ちゃん。全部で椅子は6つ必要になる。ソファーにでも移動して椅子の代わりにするのかと辺りを見回していると、義弟が衝撃の提案をした。お二人は床でいいですか？え？私は驚きのあまり言葉を失った。まさか床を勧められるとは思わなかった。お母さん、赤ちゃんの横に座って見ていらっしゃったので、そのままそこでお食事されるのがいいかと思いまして。ああ、そうなんですね。そうね。じゃあ私たちはこっちでご飯食べさせてもらうわ。つい言葉に不満が乗ってしまう私をよそに、母は笑顔で義弟に答えた。その結果、ダイニングテーブルには、義両親と義弟、義弟嫁。私と母は床に座った状態に。それ使ってください。あら、ありがとう。とても助かるわ。一応義弟嫁が小さなテーブルは出してくれたが、座布団などの敷物はない。冷たいフローリングに正座して、小さなテーブルで仕出しのお弁当を食べていたら、なんだか悲しくなってきた。ダイニングテーブルの椅子が足りないからといって、親戚に床へ座ることを勧めるなんて、普通ならこんなことしないと思うのだが、私は義弟や義弟嫁によく思われていなかったのだろうか。それとも、ただ単に私が気にしすぎなのだろうか。もやもやした感情のせいで、お弁当に手をつけれずにいる私に、母は明るい声で言った。このお弁当、美味しいわね。うん。母があまり気にしていない様子だったことは、私の中で唯一の救いだった。けれど、母を冷たいフローリングに座らせて、正座でお弁当を食べさせるなんて、どうしても納得がいかない。かといって、義弟に言うのも気が引けるし、そもそも何と言っていいのかもわからない。仕方なく、私は黙々とお弁当を食べることにした。ダイニングテーブル側は、どうやら赤ちゃんの話で盛り上がっているようだった。大きくなったら何になるかしらね。好きなことをやらせたいとは思っているんですが、個人的にはスポーツをしてくれたら嬉しいですね。スポーツね。野球なんていいわね。私たちの座っている場所についての話が出ることはなく、義両親も何も気にしていない様子。私が気にしすぎなのかもしれないという気さえしてくる。いや、でもやっぱり、
さすがに常識的におかしいはず。ねえメイさん、マゴちゃんどっちに似てると思う？そうですね、こんな風に適宜私や母にも話を振ってくれたので、会話から外されていたわけではなかったと思う。結局その場では何も言い出せず、お弁当のお礼を伝えて帰ったのだった。その晩。ただいま。お帰りなさい。今日さ、お宮参りに行ってきたんだけど。ああ、今日だったな。どうだった？赤ちゃん可愛かった？うん、すごく可愛かったよ。ただちょっと気になることがあって。気になること？報告も兼ねて、義弟宅でのことを簡単に夫に説明した。おお、それな。多分さ、ちょっと気が利かないだけで見下してはないと思うよ。もちろんお前のことを嫌ってるとかもないだろうし。そっか、それならよかった。まあ、あれだよ。赤ちゃんに一番近い特等席を用意してくれたって思えばいいんじゃないか。あんま小さいこと気にすんなよ。小さいこと気にすんな？親戚に座布団も出さず床を進めるのは小さいこと？冷たいフローリングで正座でお弁当を食べさせるのが小さいことだって？はい。夫が言っていることに納得がいかず、ものすごい低い声で聞き返してしまい、私の不機嫌を悟った夫は早々に浴室に行ってしまった。イライラが収まらなかった私は、夫に軽い仕返しをすることに決めた。翌朝、夫の朝食はダイニングテーブルに、私の分の朝食は床に用意して夫を起こした。あなた、朝食できてますよ。これ。ベランダに面したフローリングに置かれた一人分の朝食一式。という光景はかなり異常だったらしく、なんだ、どうした？夫は意味がわからないといった顔でおろおろしていた。私とお母さんは床で食事したって言ったよね。こういう状況だよ。窓から景色がよく見えて特等席だね。と言うと、夫が慌てて床の朝食をダイニングテーブルに戻そうとするので阻止。ここで食事するから見てれば？すみませんでした。夫から謝罪の言葉も引き出せたので、朝食はダイニングテーブルで食べた。僕はどうしたらいいでしょうか。報告した時にここまで察しがつかないんだから何もしなくていい。お母さんにはそれとなく話しておく。と伝え、何も言わない夫から承諾してもらったとみなした。義母とはそこそこ良好な関係を築いていて、私一人で義実家を訪れることが苦にならない程度の中、義実家主催イベントの翌日には義母から電話がかかってくるのが常だったので、その日の電話を待った。案の定10時頃に電話がかかってきた。メイさん、おはよう。昨日は来てくれてありがとう。こちらこそお招きありがとうございました。実は謝りたいと思ってたの。え？昨日の床の件？やっぱり座布団などの敷物もない状態で床を進めるなんて非常識だと義母もそう思っていたのか。しかし義母が口にしたのは全く別の話題だった。メイさんのお母さん、確か小食だったでしょ？昨日のお弁当ボリュームがあったから無理に食べさせてしまったんじゃないかって申し訳なくて。ああ、そのことなら大丈夫だと思いますよ。それよりも私は床を進められたことの方が答えちゃいました。母は何も言いませんでしたが。そう、やっぱりそうよね。義母はどうやら私たちを床に座らせたことに多少なりとも罪悪感があったようで、一瞬言葉に詰まった後、それは私も途中から気になっていたんだけど、とか、でも
うちの実家は畳のお部屋が多かったから。とか、弟夫婦が先にテーブルに座っちゃったから。と、なんとか正当化しようとしている感じだった。お母さんを一人に話すことではないと思いますが、正直、使用人のような扱われ方で、私は惨めでした。と伝えると、お母さんは絶句。メイさんも、メイさんのお母さんにもごめんなさい。申し訳ない。息子にも伝えておくわ。と、誠心誠意謝罪をしてくれた。さすがに、少し言い過ぎてしまったかもしれない。そう反省をしていると、仕事から帰宅途中に義弟から電話があった。お姉さん、大変失礼なことをしました。義母から連絡がいったようで、慌てて電話してきたようです。失礼なことに全く気づいていませんでした。私の指摘があって、初めて気づいたようで、特に何の問題もないと思っていたようです。悪かったと思ってくださるならもう大丈夫ですよ。私も大人げなく言いすぎました。すいません。妻からも一言お詫びさせてください。電話を交わった義弟のお嫁さんからも、失礼なことをしてしまい申し訳ありませんでした。お母様にお礼状を書こうと思っているので、もしよろしければよろしくお伝えいただけますか?と、丁寧な謝罪をしてくれた。謝罪を聞けば聞くほど自分が惨めになっていく思いがした。いろいろな感情があふれてそのまま実家へ向かう。恥ずかしい話なんだけど、私は実家で母の顔を見るなり涙が出てきてしまった。メイ、どうしたの？全部話した。床に座らされ惨めだったこと、母に申し訳なかったこと、夫の前で再現したこと、義母をつい責めてしまい、義弟から電話が来たこと、最終的に義弟嫁にまで謝罪させてしまったこと、すべてを話した。すると、母の口調は優しかったけど、昔のように叱られた。あちらのご家族は、ああいうことに不慣れなのでしょうね。それを理解してあげられるなら、きっとそれが一番いいわ。相手に悪意がないなら、怒ることじゃないでしょう。でもね、ああいう行いが失礼だと伝えるのは、とても親切なことだと私は思うわ。だけど同時に、伝え方って大切よ。正しいことはね、小さな声で言うものよ。相手に悪気がないのなら、なおさらね。母に諭されて、私は反省すべき点があったなと、改めて思い直した。それから、二人でご飯を作って食べて、散歩してお茶して別れた。母には、義弟夫婦から近いうちにお礼状が届くと伝えておいた。母はとても純粋に、ただただ嬉しそうにしていた。そんな母の姿が私には眩しくて仕方なかった。その後、床へ座らせたことは心底後悔したらしい義弟嫁は、改めて菓子折りを持って謝罪しにうちに来た。申し訳ございませんでした。わざわざ菓子折りまで気を使わせちゃってごめんなさい。いえ、本当に失礼なことをしてしまったのだと後から気づいたもので、どうしても直接謝りたかったんです。夫も来たがっていたんですけど、仕事があるので私だけで来させていただきました。今後はあんなことないように気をつけます。ご不快な思いをさせてしまって本当にすみませんでした。もういいんです。私も少し過剰に言ってしまったし。あ、じゃあもしよかったら今からこれ一緒に食べませんか?ぜひ上がってください。え、いいんですか？もちろん。ありがとうございます。義家族との関係は今まで通り良好なままやっていけそうだ。私も母のように見下すとか見下されるとか、そういうことを超えて泰然と構えていられる、そんな女性になりたいな。
そう思った一幕だった。私は35歳の主婦です。夫と結婚してもうすぐ1年になります。夫は10歳年上で、私たちは元上司と部下という関係でした。夫はバツイチでした。仕事ができる年上の男性として憧れていたのですが、仕事やプライベートのことなど相談に乗ってもらっているうちに次第に距離が縮まっていき、私たちは付き合うようになったのです。夫が本社へ異動になった時に、彼からプロポーズされ、結婚を決めました。結婚を機に、私は会社を退職し、今はファミレスでパートとして働いています。結婚後は、私が両親から相続した家で、夫と二人暮らし始めたのですが、その直後から、夫の娘も一緒に暮らすことになったのです。娘は二十歳の大学生で、服装や見た目にも気を使う今時の女の子という感じでした。もともとアパートで一人暮らしをしていたそうなのですが、家賃を節約したいと言いながら、私たちの家に転がり込んできたのです。夫は娘を溺愛していたので、すぐに承諾し、私は腑に落ちないものを感じながらも、一緒に暮らすようになれば彼女とも仲良くなれるかもしれないと前向きに考えて一緒に暮らすことにしたのです。彼女も最初は私に気を使ってくれていたのですが、時間が経つにつれて遠慮することもなくなり、家でも好き勝手するようになったのです。仲良くなるどころか、どんどん距離が離れていくように感じました。そんなある日、夫の出張中に娘が友人を数人家に連れてきたのです。友人たちは私が家にいても挨拶もなしに家に上がり込んできました。さらには勝手に冷蔵庫や戸棚を漁り、飲み物や食べ物を持っていき、夜遅い時間まで騒いでいたのでした。さすがに近所迷惑になるし、私はそれとなく彼らに伝えました。もうこんな時間だし、今日はそろそろ帰った方がいいんじゃない?すると、娘はそんな私に腹を立てたのか、暴言を吐いてきたのです。はあ?うるさいんだよ、母親でもないくせに。おばさんは黙っててよね。娘の言葉を皮切りに、一緒にいた友人たちからも、おばさん、うざいなどと言われる始末でした。私は娘の態度や友人たちの非常識さに唖然としてしまい、それ以上何も言えませんでした。結局、友人たちは朝まで帰ることはなく、一晩中家で騒いでいました。この日を境に、娘は私に暴言を吐いてくるようになったのです。おばさんの服ダサすぎ。見てるこっちが恥ずかしいんだけど。もっとちゃんと化粧したら?おばさんって人生終わってるよね。歳は取りたくないな。娘は私の年齢や外見を毎日のように否定してくるのでした。夫も初めは娘の暴言を注意してくれましたが、娘に言いくるめられたのか、注意するどころか、娘と一緒になって私を見下す発言をするようになったのです。お前、女捨ててるよな。一緒に外歩くの恥ずかしいから離れて歩いてくれる?そんな二人の暴言を相手にせず、私は聞き流すようにしていました。ところが、娘が私の働いているファミレスに、友人たちと現れたのです。ファミレスで散々飲んで食べて、その料金を私に払わせようとしてきたのです。お母さん、お財布忘れちゃったみたい。ここの代金払っておいてくれる？え、ちょっと。よろしくね。こういう時だけ母親呼ばわりしてくる娘に腹が立ったものの、身内の無銭飲食を放置するわけにもいかず、
私は料金を払うしかありませんでした。夫に相談しても、私の話には聞く耳を持たず、私と夫の関係も険悪になっていきました。そんなやるせない日々を過ごしていたある日、夫が突然旅行に行くと言い出したのです。明日から家族旅行に行くから。え？そんな突然言われても、私仕事があるし急に休むなんて無理よ。私はてっきり旅行に誘われたと思ったのですが、それは大きな間違いでした。はあ？あんたは家族じゃないのに旅行に行こうとしてるの？誰もあんたのこと誘ってないんだけど。そうだよな。他人のお前は留守番に決まってるだろう。そう言いながら、二人で私を嘲笑っていました。私は我慢の限界でした。わかったわよ。私はあなたたちの家族じゃないのね。他人って言うなら離婚しましょう。別に離婚してやってもいいぞ。でも旅行の準備で忙しいから帰ってきてからな。夫は私が本気じゃないと思っているのか、娘と一緒に私をバカにしながら笑っていました。怒りが頂点に達した私は、二人のことを許せませんでした。翌日、夫と娘は嬉しそうに二人で家族旅行へ出かけていきました。家に一人になった私は、二人への復讐と離婚に向けての準備を始めました。数日後、夫と娘が旅行から帰ってきました。家に入ってきた二人は驚きの表情を見せ、その場に呆然と立ち尽くしていました。家の中は夫と娘の荷物以外、すべてなくなっていたからです。私は娘と夫がいない間に、自分の荷物とすべての家具家電を業者に頼んで新居に運び入れてもらったのです。どういうことだ？おかえり。旅行は楽しかった？私ここを引っ越したの。すると、夫は私を怒鳴りつけてきたのです。何言ってるんだよ。一体何考えてるんだよ。そんな夫にひるむこともなく、私は冷静に言い返しました。もともとこの家の家具や家電は私のものだし、どうしようが私の勝手でしょ？夫はふざけるなと大声でわめき散らしていましたが、私はさらに追い打ちをかけました。あなたたちが旅行に行く前に私が言ったこと覚えてる？離婚するって。あなたも納得してくれたわよね。そしてサイン済みの離婚届を夫に突きつけました。夫は離婚届を見て、私が本気だと分かり動揺していました。待てよ。まさか本気だとは思わなかったんだ。離婚なんてそんな。私のこと他人だって言ってたわよね。散々ひどい仕打ちを受けて、これ以上あなたたちと一緒に暮らしたくないの。冗談のつもりだったんだ。悪かったよ。冗談？最低ね。まあ離婚の決め手はそれだけじゃないけど。私はそう言って夫と娘にとある写真を叩きつけました。あなた浮気してるでしょ。それとあなたの娘もパパ活してるわよ。写真には夫が女性と腕を組んで歩いている姿やホテルに入る姿、娘も年の離れた50代半ばくらいの男性とイチャイチャしている姿が映っていました。私は夫の態度が変わり始めた頃に違和感を覚え、帰りも遅くなったり、休日も外出が増えたことで浮気を疑い、探偵に依頼していたのです。娘のことも、バイトもしていないにもかかわらず、高級なブランドバッグや化粧品にお金をかけていたので、怪しいと思い一緒に調べてもらいました。なんだよこれ、パパ活って、お前何してるんだよ。夫は現実を受け入れられないようで、
真っ青な顔で震えていました。自分だって浮気してたじゃない。私のことばっかり責めないでよ。夫と娘は反省もせず、お互いを罵り合っていました。そんな二人を見て、私は呆れ果ててしまいました。いい加減にしてよ。さっさと離婚届にサインしてくれる？夫は観念したのか、黙って離婚届にサインしていました。もちろん、あなたと浮気相手にはきっちり慰謝料請求させてもらいますから。それと、この家も引き払うことになってるから、二人ともこの家からも出て行ってね。夫と娘はその場にうなだれ、言葉を失っていました。その後、私たちは無事離婚が成立し、元夫にも浮気相手にもしっかり慰謝料を支払ってもらいました。元夫の浮気相手は会社の部下だったらしく、浮気相手が慰謝料請求されたことに激怒し、浮気の事実を会社にばらし、会社も辞め、元夫の前から姿を消したそうです。元夫は周りから白い目で見られるようになり、降格と異動、減給を命じられたそうです。娘もパパ活のことが大学中で広まってしまい、挙句の果て、元夫は娘の大学費用も払えなくなったそうで、二人は逃げるように誰も知らない土地へ引っ越したとのことです。今は安いアパートで質素な生活を送っているそうです。娘は見た目に気を使う暇もなく、今は朝から晩までアルバイトをしているそうです。私はというと、パート勤務していたファミレスで正社員として働けることになりました。勤務時間も増え、忙しい毎日を送っていますが、私にとって接客業は天職だし、仕事が楽しくて辛いと思うことはありません。今は自由な一人暮らしを満喫しながら、さらに仕事に邁進していきたいと思います。